これより第2クォーターに移ります。福井スノースイーパーズ自陣36ヤードからセカンドダウン8。パス不成功。クォーターバック8番ランクフェイクから左に流れまして、左に展開したレシーバーにパスを投じようとしましたが、しかしこれは金沢見事にカバーしており、パス不成功に変え、サードダウンに変えます。中央からのラッシュ、そして外へ展開するレシーバーへのカバー、この辺りはアメリカンフットボールを熟知した金沢ワイセンベルグの素晴らしいディフェンスが光っております。さあスノースイーパーズ、これを突破できるでしょうか。金沢ワイセンベルグ、失礼しました、スノースイーパーズ、サーダン8。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。ディレイオブザゲーム、遅延行為の反則です。アメリカンフットボールオフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないとディレイオブザゲームペナルティとなりまして5ヤード抜体となります。従いまして福井スノースイーパーズ5ヤード下がりサードダウンやり直しとなります。福井スノースイーパーズサードダウン13で試合再開です。ここでスクリーンパスを展開しました。スクリーンパスは奥に投げると見せかけ、手前にいるレシーバーにパスを投じ、そこにブロッカーをつけて走らせるデザインプレーです。これによりキャッチアンドランを図らんというところでしたが、しかしこれは金沢見事に食い止めフォースダウンに変えます。福井結果的にフォースダウン5に変わりましたので、パントフォーメーションを選びました。ここでイエローフラグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームはプレー開始前は特定の選手以外1秒間静止していなければいけません。先ほどディフェンスの動きにつられましてフライングする形になりました。5ヤード抜体しフォースダウンやり直しとなります。福井スノースイーパーズフォースダウン点の状況、パントフォーメーションで切り抜けようとします。これもナイスパント。プレッシャーある中、絶妙の対空時間のパントを蹴り出しまして、金沢の30ヤード付近でボールを外に出す形に成功しました。この位置で攻守交代、テイクオーバーによりまして、金沢ワイセンベルグに攻撃権移ります。福井、このパントも非常に優れているという感を見せられる、このような前半戦になっています。パントは攻撃放棄でありますが、しかしそのパントの成否によりまして、大きく陣地が動きます。この陣地は得失点にそのままリスクとして直結する形になるので、この点もぜひご注目いただきたいと思います。さあ金沢自陣31ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。
さあまずランプレイター何枠2番ハンドオフを託されまして中央突破展開しそこから左にバーンアウト、この判断よく約6ヤードのゲインに変えております。まず巧みなランを展開しましたのは何枠2番のタダでした。これが一つのきっかけになるでしょうか。6ヤード前進しセカンドダウンに変わります。カーザー・ワイセンベルグセカンドダウン4ボールオンは自陣39ヤード。ファースト、クォーターバック8番ランをフェイクにしたプレイアクションから中央を切り込んだレシーバーにパス、87番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。カンザーワイセンベルグファースト、見事なパスを投じましたのはクォーターバック8番のエバタ、それを取りましたのは87番のアリサオでした。さあ相手陣入りましてカンザーワイセンベルグ相手陣45ヤードからのファーストダウン10。不成功、アンキャッチブル。クォーターバック8番今度は左に展開していく9番にパスを投じましたが9番キャッチできませんでした。パス不成功でセカンダウンに変わります。さあしかし相手陣45ヤードの位置は変わりません。カンザーワイセンベルグセカンダウン10。さあ今度はクォーターバックのランプレー、ハンドオフをオプションにしましてクォーターバックキープを判断しました。この判断よく約8ヤードのゲインに変えております。見事なランを展開したのはクォーターバック8番のエバタでした。エバタここは自らの走力を生かしましてランパスともに攻撃の起点を作らんとしております。失礼しました、ゲイン、7ヤードに訂正します。カザーワイセンベルグサードダウン3ナイスダウンファースト。ここでカナザーランニーバックにボールを託しました。ランニーバックキャリア2番ハンドオフを受けて左オープンに展開しまして見事攻撃権更新になっております。カンザーワイセンベルグファースター今度は攻撃権更新を2番のタダが果たしました。さあリズムに乗ってきましたカンザーワイセンベルグ相手陣31ヤードからのファーストアンテ。さあ今度はパスプレーで右に展開します。クォーターバック8番右に展開していく9番にパスを通し9番そこからキャッチアンドラン、相手タックルをかわしながら約5ヤードから6ヤードのゲインに変えております。パスをキャッチしましたのはカンザーワイセンベルグ9番の秋田でした。カンザーワイセンベルグセカンダウン5に訂正します。パス成功ファースト。クォーターバック8番プレイアクションから右に展開していく87番にパス、87番ディフェンス振り切りノーマークでこれをキャッチし見事攻撃権更新になっております。カナザーワイセンベルグファースト。
今度は87番の有沢がその攻撃権更新果たしました。さあ相手陣12ヤードに迫りましての金沢ワイセンベルグファーストアンテ、さあランプレー行きました。南里学空2番ハンドオフから左オープンに展開、そこから縦に切り上がり一気にエンドゾーン狙わんというランプレーを見せましたが約6ヤードのゲインを果たしております。ここはまず最初の一手は南里学空2番の多田にそのボールを託しました。カザーワイセンベルグセカンダウン4、これは福井ナイスです。ここでランプレー重ねましたカザーワイセンベルグ、しかしそこに福井71番が押しかかり1ヤードロスに変えております。素晴らしいディフェンスを披露しましたな福井スノースイーパーズ71番の服部です。さあゴール前の攻防、果たしてこの状況を突破するのはどちらでしょうか。金沢ワイセンベルグサーダン5、さあ選手を中央固めた、タッチダウン。クォーターバック8番、ここでパスプレーに行きました。レシーバーを散らせ奥に走り込んだ87番にパス、ディフェンスの上を抜きまして見事このパスを87番キャッチ、タッチダウン。金沢ワイセンベルグタッチダウンパスで6点先制となっております。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキック19番見事決めまして1点追加、金沢ワイセンベルグ7点、スノースイーパーズ0点。まず金沢がタッチダウンで先制する形に成功いたしました。中央に選手固めまして一見ランに見せかけたその裏をつく鮮やかなデザインされたプレーでした。見事そのプレー決めましたのはクォーターバック8番の江端、そしてキャッチしました87番の有沢でした。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通りになります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレスキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点のセーフティーの2点です。アメリカンフットボールはこの結果得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りに分かれます。この足し算によりまして引き分けが起こりにくい決着方式になっています。そしてラグビーと違いアメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。キックオフするのは金沢大ワイセンベルグ19番の選手です。このキックはエンドゾーンの奥を越えましてタッチバックとなります。キックオフがタッチバックとなった場合は相手チームに攻撃権変わり、相手チーム自陣25ヤードからの攻撃に変わります。しかしリターン避ける素晴らしいキックを蹴りましたのは金沢ワイセンベルグ19番の大立でした。さあ先制点奪われた福井ですが、この攻撃シーズン生かし反撃をのし上げんという形でここから攻撃に転じます。福井スノースイーパーズ自陣25ヤードからファーストダウンテ、
さあまずランプレーから入りました。ランニバックにハンドオフしまして左オフタックルをつきます。キャリア15番スピンしながら前進図りまして約1ヤードから2ヤードのゲインを獲得しています。キャリアは15番の押川です。福井スノースイーパーズセカンドダウン8。さあ今度はショットガンフォーメーションからさらにランを重ねました。裏をつくように密集点突破を図る形で前進を展開しようとしています。結果的に約5ヤードほどゲインとなっています。福井ランプレーによって状況をその流れを作り変えんという形で現在攻撃を展開しておりますが、サーダウン、さあここでどのようなプレーを持ってくるでしょうか。ここでホイッスル。チームタイムアウト。福井さん、前半1回目。福井、ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずは福井、ここで状況を見つめ直すためにここで作戦タイムを1つ入れました。YouTube でこの試合をご覧いただいた方はチーム名の下側に黄色いバーがあると思います。このバーの本数が現在そのチームが所有していますタイムアウトの本数という、回数という形でご理解いただければ幸いです。さあここでどのような策を講じたでしょうか。福井スノースイーパーズサーダンスイー、ここでランプレーによりこの3ヤード突破を福井を図りました。しかしそれを見計らってか金沢99番が猛チャージ、このランを阻止しましてフォースダウンに変えます。見事タックルしましたのは金沢ワイセンベルグ99番の村田でした。福井スノースイーパーズフォースダウン5、状況鑑みパントフォーメーションを取ります。このパントはまず、金沢人の45ヤード付近でボールが当たり、味方選手当たりましたのでこの時点でプレー終了という形になります。攻撃権変わりまして金沢ワイセンベルグに攻撃権変わります。パントチームはそのパントを最初に触れてはいけません。ボールが開始点を超えた段階で攻撃放棄になりますので自分たちがボールを所有することができない形になります。従いましてこの最初に触れた時点でプレーが終了する形になっています。終了地点は若干変わりましたが、ワイセンベルグの自陣35ヤード地点で止まった格好でこの位置で攻守交代になっています。さあ金沢ワイセンベルグ自陣35ヤードからの攻撃ファーストダウン10。さあクォーターバックのランプレー、ここはまずクォーターバックが自らランしまして中央前進し約5ヤードのゲインとなっています。ここで2ミッツウォーニングが入ります。
今シーズンより日本国内のアメリカンフットボール、その準拠しております米国アメリカンフットボールの体育ルールである NCAA ルールに大きく変更がありまして、従来はプロでしか採用されませんでした前後半残り2分の段階でのレフェリータイムアウト、2ミッツウォーニングが採用されています。アメリカンフットボールは先ほどから申し上げます通り、得点を奪い合う競技ですが、同時に時間を競う競技ではあります。この残り2分間、ここでどのように時間を駆使しまして攻撃を展開するか、守備をするか、その時間をかけた攻防も含めてこれからの戦いご注目ください。さあ残り2分間どのようにして時間を使うか、そして消費するかが問われるこの2分間の攻防が始まります。金沢ワイセンベルグセカンドダウン5で試合再開。同時にこれは国内の選手は未体験のゾーンでもあります。ナイスラン、ファーストラン。ここで金沢まずクォーターバック8番、鮮やかなハンドオフェイから左にブースレック、ブロッカーをつけずに完全にそのむき出しの状態のネイキッドの状態から左オープン、見事に駆け上がりまして攻撃権更新になっております。金沢ワイセンベルグファーストラン、鮮やかなプレイアクションを決めましたのは金沢ワイセンベルグクォーターバック8番の江端です。そして外へ出たのでここで一旦時計は止まっております。アメリカンフットボール、ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。しかし外へ出た場合、あるいは前パスを失敗した場合は時計が止まります。このあたりもぜひご注目ください。金沢ワイセンベルグハーフウェイからファーストダウン10、パス不成功。クォーターバック8番、ここからハンドオフフェイクで左に大きくロールアウト、そこから奥に走り込んだ19番にロングパスを投じましたが、しかしパスがオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。しかし前パス失敗でその時計は一旦止まっております。前半残り時間1分39秒。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10、ボールオンハーフウェイ、ナイスラン、ファーストラン。今度はランプレーを展開しました。中央へのランプレーで一気に攻撃権更新になっております。チェーンがセットされますとこのプレーは再び時計回り始めます。しかし見事一発で攻撃権更新を果たしました金沢ワイセンベルグ、キャリアは23番の佐藤でした。金沢ワイセンベルグファーストダウン10、さあ再びランプレー、今度は左オープンを展開図りました。ここでホイッスル、チームタイムアウト、金沢ワイセンベルグ前半1回です。ここで金沢は前半1回目のタイムアウトを通りました。先ほどのランプレーは攻撃権更新になりませんでした。従いましてそのままですと時計は回り続けます。ここは時間を確保せんと金沢はここで前半1回目のタイムアウトを行使しました。このあたりのタイムアウトの使い方も重要になってまいります。先ほどの第1クォーターは時間がなくなりましても攻守の向きが変わるだけでした。つまり状況が継続する格好になります。しかしこの第2クォーターが時間なくなりますとこの時点で現在の状況、そしてタイムアウトの残数は全てリセットになります。従いましてこの状況で得点を得るためには残り時間56秒の時間を使うことが重要になります。さあここで得点に上げることになるでしょうか、あるいは福井これをしのぐでしょうか。
さあしかしこれは福井が止めた。金沢ランプレーで突破を図りましたが、しかしこれは福井ディフェンス踏ん張りましたね。オーゲーサーダンに変わります。ここでホイッスル、チームタイムアウト。金沢マイセンベル前半2回目、金沢前半2回目のタイムアウトを行使します。この1ヤードはなんとかこれで取っておきたかったところですが、福井踏ん張りました。これによりましてタイムアウト、金沢やむなくもう1回消費しました。さあこの攻防非常に面白い状況ですが、突破になりまして得点になるでしょうか、あるいはこれを逆にしのぎまして福井がチャンスとするでしょうか。金沢ワイセンベルグサーダン、残り1ヤード、一周点ランプレー、攻撃権更新、ファースター、失礼しました、判定を待ちます、判定を待ちます、わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。ここは福井踏ん張ります。さあここは金沢フォースダウン残り1ヤードの状況ですが、現在時計がそのまま経過していっている状況ではあります。チームタイムアウト、金沢マイセンベルク前半3回目、金沢前半残り1秒の段階でタイムアウトを取りました。この1回のプレーで前半終了という形に持ち込むためにあえて時間を消費しました。あのまま続けざまにプレーをしますと残り時間がわずかですが残った状態で福井に攻撃権が移る格好になります。これを避けるため全ての攻撃権でその時間を消費するため時間をあえて使い切りました。さあその残り1回で金沢はフィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。キックレングス41ヤードのフィールドゴール、さあこのキック決まるでしょうか。金沢キッカー19番、この41ヤードのフィールドゴール見事決めまして3点追加し、金沢ワイセンベルグ10点、福井スノースイーパーズ0点という形でこの時点で前半終了となりました。前半終了、前半終了、前半終了となりまして金沢ワイセンベルグ10点、福井スノースイーパーズ0点で前半戦終了となっております。しかし非常に面白い攻防戦となっております。福井スノースイーパーズ非常に奮闘しておりまして互角の状況に持ち込んでおりますが、しかし勘どころで金沢が得点を挙げまして現在金沢は10点リードしている格好になっております。これより両チーム作戦タイムを兼ねましたハーフタイムに入ります。前半戦の洗い出し、そして後半戦の展望を開かんと現在ここから策を講じるわけですが、果たしてそれによりまして後半どのように展開変わるでしょうか。このハーフタイムのインターバルをこの配信の幕開の間とさせていただきます。後半開始近くなりましたら再び、こちらの方の配信の実況を続けさせていただきます。